んにちは、梅です。一年中安くてお得なホテル、飲み放題、食べ放題、卓球やカラオケもフリーっていかがでしょうか。夢のクルーザーで乗りつけてのホテルライフかもよ。見えてきた、見えてきた。静岡県熱海市初島、熱海市本土から南東に約10キロの位置。さて今回のプランは、魚見崎ホテル、夕食時はアルコールも飲み放題、一泊2食付きバイキングプランです。本日は海からジェット船で登場。今まで熱海港から見てたけどね。目的地は正面のホテルです。ジェット船セブンアイランドとも、憧れのクルーザーで乗りつけてのホテルライフ。正直こんなに近いとは思わなかった。大野屋と三味クラブも満室だったのでここにしました。入ってすぐ正面がフロント、着いてすぐチェックインの列に並ぶ、あれ、イメージキャラクターが、ふう、やっと次、特別料理の注文受付中。浴衣コーナー、5センチからあり。温泉にはお約束のおしゃれおばちゃんコーナー、なかなか大きい宿泊施設です。ソファーのあるそこそこ広いロビー、自動販売機あり。 CC レモン140円、プレミアムモルツ340円、ストロングゼロ190円、電子レンジ、地域クーポンで爆買い売店コーナー、南館エレベーター1機。お部屋へ。客室廊下はこんな感じ。お部屋は鍵でオープン。入ってすぐクローゼットと奥は洗面所。緑色のカーペットと畳コーナー、すでに布団。リノベーションにより壁紙きれい、エアコンも新しい。枕元に電源コンセント、電話、足元にも電源。大きい楽ちんソファー椅子3個、机の上にお茶とお茶菓子、わさびごまサンドと砂利豆濃厚チーズ、ゴミ箱ティッシュ、テレビ、湯沸かしポット、ホテルのおもてなし、カラオケ、囲碁、麻雀、レンタサイクル、卓球もあるよね。ビューは乗ってきたジェット船が見える熱海港ビューです。前のアクセスも抜群ですね。ベランダの右側にお風呂、ビューバス、花火見ながら。水栓の劣化はなかなかで、各所水の出具合など少々難あり。少々です。ポンプ式シャンプーコンディショナー、洗い場あり。クローゼット、木製ハンガー、浴衣の帯とバスタオル、フェイスタオル、鍵付き金庫、容量大きめ、ちょっと年季の入った洗面ボール、水洗は少々難あり、油断するとドバッと出る、裏コップ、歯ブラシ、ドライヤー、フェイスタオル、電源コンセント、パナソニックターボドライ、トイレ、綺麗ながらもレバーを持っていないと流れに少々難あり、冷蔵庫、中は空、容量十分な冷凍庫あり。少々劣化否めない部分はあっても、お値段を考えればむしろとても綺麗な印象。エアコンが新しいので頼もしい。港側から夜の魚見崎ホテル、花火も最高でしょうね。夕食です。本館南館の連絡通路3カ所、バイキング会場10階羽衣、飲み放題食べ放題60分一本勝負、行くわよ。まずはこちら、とにかくビール。よくできました。その他アルコールドリンクコーナー、日本酒、チューハイ、ハイボールなどなど、ソフトドリンクも充実。コーラ、カルピス、クー、ウーロン茶、アイスコーヒーなど、各種お茶、ホットコーヒーもあり。少人数でパーテーション、前半後半で入れ替えせ、並ぶ時間もあるので実質大会40分。お
寿司、しめ鯖、カレイ、縁側、エビ、サーモン、ビンチョウマグロ、油カレイの幽庵焼き、ローストポーク、小松菜のごま昆布和え、キャリアピンソース、里芋とナスの揚げ浸し、さつまいもレモン煮、きのこの白あえ、彩り海鮮の昆布だしあえ、赤魚の煮付け、冷製カルボナーラ、枝豆、カツオたたき、もつ煮、茶碗蒸し、手羽先香味焼き、チキンドリア、鶏から揚げ、タンドリーチキン、牛バラ肉のシチュー、野菜天ぷら鶏天、厚揚げ野菜きのこあんかけ、チャーハン、八宝菜、甘エビ、お刺身盛り、ブリの創作寿司フェア、ブリの握り寿司、大根おろしわさび、とびっこ醤油、有馬山椒のせ、青さ汁、おそば、温かいめんつゆと冷たいめんつゆ、わさび、生姜、ネギ、七味、ラーメン、醤油スープ、青かっぱ、福神漬け、つぼ漬け、ビーフカレー、中辛、ブロッコリー、オニオンスライス、レタス、コーン、ポテトサラダ、ドレッシング、青じそ、サウザンアイランド、和風ごま、マヨネーズ、デザートコーナー、紀州わらび餅、ライチ、パイナップル、リンゴのケーキ、ロールケーキ、チョコ、大アイス、ふぅ、持ってきました。お寿司いっぱい、大好きなもつ煮、お刺身、野菜もね、茶碗蒸しとビール、乾杯。蒸しエビ、おすすめのローストポーク、カレーの縁側、寿司飯半分作戦、サーモン、半シャリに甘エビのっけ、最高。あんまり人気なかったけど、これ絶対おすすめ。ビーフシチュー、創作寿司もリピート、おいしい、大慌て、デザートにもビールだ、乾杯。さらにもつ煮で、乾杯。大アイスギリギリ、ごちそうさまでした。向かい側もビュッフェ会場、温泉です。本館8階大浴場に行きます。カルシウム、ナトリウム、塩化物温泉、大寒の湯、男湯とさざ波の湯、女湯、内風呂が8階、露天風呂が11階というのが不便なような、混雑を避けられるような、内風呂もガラスが曇っていなければ展望バッチリ、露天風呂も気持ちいいです。ウォーターサーバーとちょっとした休憩所あり。館内施設、同じ8階にカラオケルーム大、予約制、そして漫画コーナーもあり、湯上がりにのんびり漫画三昧、喫煙ルーム、アイスクリームはここです。アーゲンダッチカップ320円、クーリッシュ170円、お酒類の自動販売機、ジュースやパック牛乳など、ヨーグルトドリンク、プロテインドリンクもあり、お約束のコーヒー牛乳もね。6階は卓球とゲームコーナー、卓球は予約制、1台使用中、ゲームコーナーも充実、レトロゲームやクレーンゲーム、ちっちゃい子から大人まで楽しめます。1階にも卓球台、カラオケルームが2室あり、空いています。麻雀
お休み中。ここにもずらりと自動販売機、カップ麺もあり。5階の製氷機を見に行く。氷入れ、大きめの製氷機、100円。朝食です。朝食も2部制、同じ場所、時間直前に長蛇の列。受付したらそのままお盆を持ってビュッフェ台に突入する式。慣れてる人が多い。あらびきウインナー、フライドポテト、あんかけ肉団子、白身フライ、スクランブルエッグ、ヨーグルト、トロピカルフルーツ、グレープフルーツ、オレンジ、フルーツソース、ブルーベリー、ストロベリー、フロストシュガー、豆腐と油揚げの味噌汁、温泉卵、湯豆腐と薬味、ネギ、生姜、厚焼き卵、コーンスープ、シューマイ、ジャーマンポテト、ボロニアソーセージ、トースター2台、伊豆のジャム、マーガリン、タイガロール、クロワッサン、コーンフレーク、牛乳、切り干し大根に刻みオクラ、大根おろし、ないよね、イカ塩辛、ピリ辛こんにゃく、とろろ、ひじきに、ごま昆布、ナスとピーマンの味噌炒め、なめたけ、きんぴらごぼう、里芋とまいたけの煮物、ご飯とおかゆ、うどん、冷たいめんつゆと温かいめんつゆ、七味、ネギ、揚げ玉、お漬物3種、納豆、味のり、ドレッシング、青じそ、サウザンアイランド、和風ごま、マヨネーズ、レタス、オニオンスライス、ブロッコリー、コーン、ポテトサラダ。ふう、持ってきました。ちょっとぐちゃぐちゃだけど和食意識。窓際で景観もよし。白身フライはいかがでしょうか。うん、おいしい。焼き魚もおいしい。安定の昆布と白ご飯、見たまんま。とろろと海苔、最高。コーヒーカップもコーヒーミルクも品切れ。茶碗に入れて牛乳、カフェオレ、ヨーグルトで終了。うー、ごちそうさまでした。チェックアウト。セブンアイランド友の出港です。無料送迎バスが多くてありがたい。送迎バスで帰ります。お会計です。飲んで食べて温泉入って遊んで安っ。熱海駅に到着してびっくり。人が多い。みんな楽しんでね。今日はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また来てねー。